道の駅、那須ヨ一の里は、栃木県大田原市にある国道461号の道の駅である。2004年に開館した。那須ヨ一にちなみ、各施設は扇形の屋根になっている。八島の合戦で、那須ヨ一が扇の的を射抜いたシーンを映像と、からくり人形により再現するとともに、那須家伝来の宝物をはじめとする、歴史資料を展示する施設である。 ナスヨイチの一族の子孫と伝えられるのが、ナス氏であり、下野国の戦国領主、江戸時代の大名、さらには、旗本として、明治維新を迎えた。戦後、農地改革により、没落状態となっていたナス家の当主が、昭和24年に起きた広崎大学、教授婦人殺人事件に絡んで、懲役15年の刑を言い渡された、ナス隆氏であるが、ナスは冤罪を訴え続けた。 この事件については、真犯人が名乗り出たことによって、ナスに対する再審が認められ、1976年にナスは無罪となった。冤罪を晴らしたナスは、ナス与一の里の与一伝承館が開館される際、残されていた花砲など701点を大田原市へ帰宅し、2007年10月の与一伝承館の開館とともに、その名誉館長を移植された。ありがとうございます。